菊池市にある北宮阿蘇神社では、新型コロナウイルスの影響で中止が続いていた小学生の相撲大会が4年ぶりに開催されました。大会には県内の相撲クラブをはじめ、福岡県や宮崎県からおよそ70人のちびっこ力士が集まりました。楽しい。優勝するね。優勝すること。土俵では団体戦、個人戦が行われ、体格差をものともしない力強い取り組みや、もう少しのところで負け、悔し涙を流す子どもたちの姿に、会場から大きな声援や拍手が送られました。